そうですね。ちょっと取っていただいていいですか。ちょっとこのままこれでガバッと、ちょっとこれターフ取れちゃったら怒られるんで、あっちからやってみますが、ターフがもしも取れちゃっていけませんからね。今、遠いやつでちょっと行きますが、これショット、パッティングがこれだとするじゃないですか。そこのそのサイズで行くとしたら、これがこうちょっとうまく当たらなかったんですけど、で次にこれが今日これショットでやっていただいたわけじゃないですか。これを生で見るとこれアプローチしてるみたいな感じになってきますし、でこれが少しもうちょい飛んじゃうんですけど、この辺からこうやるともうショットな感じに。恐ろしい人ですね。はい、あちらの遠いところお願いします。テイクバックが大きくなるとショットな感じに近づくんじゃないですか。ちょっと触っていいですか、はい、これってごめんなさい、クラブがないんでこう手入れさせていただきますよ。これちょっと一回外れてこの手の位置向いてみてください。ちょっと左に向いてませんか。向いてますよね、うん、ってことはどうしてかぶってみます。右肩が前に出てきてるんじゃないですか。本来平行に、まあ、あのなるべくならこの時に触って、ああそうです、そうです、ね、そうですね。でそのままストロークされると自然と、あそうですね、その方が方向が出やすいんじゃないですか。ですが、あナイス、さっき左にあの40センチぐらい飛んだのってその肩の向きだけの左に行ったわけじゃないですか。でもあれって右のやつはね2パットいけるんですけど、左のあれ外す可能性もありますからね。で肩みんななんかなんかなんかやってるわ、なんかやってるでしょ、なんかやってるでしょ、こんなんとか、そうこうやってやってたりするじゃないですか。これまだもうちょいかぶってます、右肩が。あそのぐらいです、ぐらいですね、はい。あそうすると方向があの2つと左のやつですと2打で上がるのも精神的にも違いますよね。こっちはもうもうこれ2つだったらあ OK もうって言われちゃうんですが、あっちは多分 OK くれないんで。ですよね。